皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。このビデオでは皆さんと一緒にキンダーサプライズを開けていきたいと思います。全部で4つのキンダーサプライズが入っている箱を今回は4つ用意してあります。ですので全部で16個キンダーサプライズが入っています。今回の種類は人魚とバービーです。前回開けた時に一つバービーの人形がキンダーサプライズの中に入っていました。箱の裏を見てみるとバービーの種類がこのように見ることができます。いろいろな種類のバービーが中に入っています。今回はバービーの他にも人魚のキンダーサプライズを用意してみました。いろいろな髪型の人魚が中に入っています。櫛を使って解くこともできるみたいです。とても楽しみです。今回はこちらの4つの中の2つを開けてみたいと思います。残りの2つは他の友達と一緒に開けてみたいと思います。左側の2つは横に置いておいて、今回はこちらの2つを開けてみます。まずは人魚のキンダーサプライズから開けていきます。箱を開けると内側に色を塗るための絵が書いてあります。蓋の裏にはタコの絵、さらにイルカや宝箱の絵も中にあります。人魚にぴったりの絵です。今回は女の子用のキンダーサプライズになっています。色はピンクになっています。袋を開けるとチョコのいい匂いがします。左側の友達のおもちゃはキックボードのようです。私のキンダーサプライズには人魚が入っていました。このような感じになっています。今友達はキックボードのおもちゃを組み立てています。説明書を見てみると人魚の色が変わるみたいです。こちらにはいろいろな人魚の絵が書いてあります。こちらが組み立て方です。温かいお湯の中に入れると色が変わるみたいです。キックボードもそろそろ完成するみたいです。こちらの説明書を見て作っています。こちらがキックボードの部品になっています。少しカメラに映っていないようなのでカメラの向きを少し変えます。このようにして組み立てます。他にもステッカーも入っています。ですので完成したキックボードにステッカーを貼ってかっこいいキックボードを作ることができます。もしかしたら今入っていた人魚も上に置くことができるかもしれません。それでは次のキンダーサプライズを開けていきます。見やすいようにカメラを少し向きを変えてみます。私の中にはまた人魚の人形が入っていました。こちらは櫛を使って紙を解くことができるみたいです。友達の中にはトンボの紙の飾りが入っていました。早速袋を開けて中の人形を見ていきます。こちらの人魚の髪は黄色です。友達のおもちゃはこのように青いトンボの髪につけることのできる飾りです。人魚はこれで完成です。このように波の上を泳いでいる人魚のおもちゃでした。波は他にも櫛として使えるみたいです。このように解くことができます。
こちらはトンボの形をした紙の飾りです。ラメがついていて光る飾りになっています。全部で4つフィギュアが入っていました。それではバービーのキンダーサプライズを開けてみたいと思います。こちらの箱の中にも全部で4つチョコレートが入っています。それでは早速おもちゃを見ていきます。こちらの私のキンダーサプライズの中にはブレスレットのおもちゃが入ってみました。それぞれパズルのようにこのようにつけていってブレスレットを作っていきます。トンボの形をしたところやフラワーと書いてあるメッセージのところなどをつけていってブレスレットを完成させます。少し私の手首には小さいみたいです。友達のおもちゃの中にはこのように直線や丸い線を描いたりするおもちゃが入っていました。このように下にローラーがついていて、ローラーを転がして線を描いていきます。今は紙がないので実際には描きませんが、このようにローラーを転がして線を描いていきます。他にもいろいろな色があってとても楽しいおもちゃです。最初の2つにはバービーは入っていませんでした。それでは次のチョコレートを見ていきます。今回はバービーが入っているみたいです。こちらのバービーはもともと持っていたバービーです。最初の人魚の人形の横に置いておきます。今開けた私のキンダーサプライズの中にはピンクのバービーが入っていました。私の友達のはサングラスをかけたバービーの人形が入っていました。このようにプレートにバービーを立たせることができます。プレートは他にも絵を描くためのいろいろなマークがついています。今回は星のマークを描くことができます。こちらは小さなハンドバッグです。バービーの手にかけることができます。他にもステッカーもついています。こちらになっています。それぞれ別のステッカーが中に入っています。このような感じです。バービーのハンドバッグなどにステッカーを貼ることができます。友達の中にはリュックサックが入っていたみたいです。こちらのバービーの部品は交換できるみたいです。ですので服を変えたい時などに友達と交換してみて遊んでみると面白いかもしれません。これで全部の3つのバービーを持っていることになります。並べてみるとこのような感じです。個人的にはこういった4つのパックのキンダーサプライズの方が面白いと思います。適当に4つのチョコレートを買うよりもこのようにパックの方がバービーが入っている確率が高いみたいです。今回入っていたものがこちらになります。人魚は全部で4つのバリエーションがあるみたいです。今回はこちらの2つが入っていました。残りの開けていないキンダーサプライズの中に運が良ければ残りの2つの人魚の人形が入っているかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回のビデオを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
皆さんのご意見やご感想もお待ちしています。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。